後崎チャンネル。あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。いつもあの中井君とは一緒に野球関連はよくさせてもらってますけど、塚木さん初めてお会いしました。野球あまりこう経験がないもので、はい、昔小さい時にプロリーグには入ってたんですけど、じゃあもう十分じゃないですか。キャッチャーだったんですよ。はい、あ、じゃあ一緒じゃないですか。誰もキャッチャーやる人がいなくて、はい、二軍のキャッチャーをやってました。でもそこそこできるんですもんね。体動かすのは嫌いじゃないんで、はい、はいはい、でもそれ以来ですか野球。そうですね、ほぼ。でも今回は僕の指導で草薙さんをどこまで受けるバッターにするのか。そうですか、はい、野球簡単ですから。そうですか。、まあ、来てる球打つだけですから。まあシンプルなことはシンプルですよね、はい、そうなんですね、はい、だから今日バッティングセンターなんで。いや、なんかいいっすね。なんかあのなんかこうグルーヴ出てますね。なんか里崎さんのやっぱり、はい、こう圧っていう、圧っていう、圧だけはあるっていう。いつもなんか誰かに教えたりもなさってるんですか。あ、小学校、少年野球とか中学校の野球を全国に教えに行ったりは、野球教室でしてるんで。あ、そうなんですね。はい、教え方は上手いっていう自負あるんですよ。でもここで草薙さんをうまく仕上げれなければ、全国の子供たちに僕の指導がダメなんちゃうかって思われる。そうだね。じゃあ僕もかなり責任重大なんで、ちょっと真剣にやりたいと思います。はい、はいはい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。まずちょっと初見なんで、はい、一回普通に素振りでどこまで振れるか見せてもらっていいですか。はい、いいですか。はい、あ、まあまあまあ。まあこれ着てるしね、ちょっと脱ごうか。はい、おお、ま、まあまあいい、まあまあいい感じです、まあ、っ思ったより、はい、ちょっとやってたんで昔、はい、はい、じゃあいいですか、はい、もうちょっとこの親指の付け根ぐらいのところに両足、はい、しっかり力入れて、はい、これ回った方がしっかり回れるんで、はい、あ、そう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 、はい、ここでちょっと踏ん張ってるんですね。踏ん張った、はい。へ、ここをしっかり蹴った方がいい。なるほど、上半身だけじゃなくて下半身でもやっぱり、はい、ボクシングと一緒ですね。あ、そう、それです、今の、うん、今の下半身。、はい、なるほどね、はい、あ、そうそうそう、ストレートみたいな、こういう感じですね。はい、両ももをしっかり締めるっていう、こう、あの男の子にはいつも言ってるんですけど、あの、チッコが潰れるぐらい締めるっていう。そうすると下の力が上に来るんで、はい、締めですか。はい、締め、チン締めですね、チン締め、チン締め、はい、で右腰をしっかり回すと、あ、そうそうそう、そうすると、あ、確かに一郎選手とかなんかこういう感じですもんね。あ、そうそう、そしたら下半身の連動が上に伝わるんで。なるほど、上はあと掘ってても回るんで。なるほど、下半身がやっぱり重要ってことですね。チン締め、チン締め、チン締めいいっすね。チン締めいいっすね。下半身の力で多分当たっても飛ぶと思うんですよ。なるほど、はい、上半身だけじゃないんですね。そうそうそう、はい、あとは多分ここら辺振るイメージの方がいいですよ。あ、そうなんですね、ここら辺。はい、あ、そう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 、あ、そう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 、で顔がこっちに向いちゃうとこっちしか振れなくなるんで、顔はそのまま残す、はい、まっすぐ、まっすぐですね、はい、それで手もうちょっと全力で振ったら、あ、そうそうそうす、で足踏ん張る。あ、それでいい感じで打てると思いますけど。でもね、はい、本当に一言で変わりますね、顔とチン締めで、はい、うん、安定感、軸出るんで安定感出ると思うんですよ。確かに、全然違う。僕はちょっとじゃあ試しに振ってみます。この両足の親指入れて、はい、音が違う。すげえ、すげえ、やば、今の交換も入れてないですよ。やっぱプロですね。でもいい感じで触れてるんで。いや、ありがとうございます。それもね、じゃあ打ってみましょう、来る球。じゃあ お手本をちょっと、ちょっと、あ、僕ですか、うん、見たいですよね、みんなね。ズドーンって言ってくださいよ、ジャストミートは。あー、今のフライだな。行かないですね、なかなか。あ、今のもサードゴロだ。お、今のいい、うん、やっぱ違いますね。おい、おっちょ。ここなんか教えられてるみたいですね。はい、いいっすね。じゃあ僕もちょっとやってみていいですか。はい、縮めで。あ、でもいい感じ
感じです、いい感じです。形はいいですよ。おお、いいよ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 。あ、でも飛ばない、飛ばない。おお、でもいい感じです。あとちゃんと当たりはめっちゃ飛びます。オッケーオッケー、はい、縮め縮め。おお、今いいね、今縮めできちゃう、今めっちゃいいです。いいね、オッケー、いいね。小学生以来とは思えないですよ。チンシメは聞いてるぜ。当たるね。全部当たってますもん。当たるね。はい。オッケー。おい、ナイス。いいね。これうまくない？うまい。力強いです。うまいよね。はい、うまいです。でもまず構えがいいんですよ。ちゃんとタイミング取れてますし。やっぱね、経験があるからね。いいね、はい、重心もしっかり下に。なかなかセンスあるんじゃない？俺、いや、ありますよ。マジで。ナイス。いいっすよ。めちゃくちゃいいっすよ。思ったよりめちゃくちゃいいっす。めちゃいいっすよ。僕も自分でやってて、俺うまい。だって空振りゼロっすもん。ねえ。あ、一球目から。驚きですよ、だからね。しかもライナー性のめちゃくちゃいい当たり。やばいね、チンシメ。これは僕の指導が素晴らしいのか、草薙さんのもともとのポテンシャルがいいのかが。どっちもじゃないですか。すごいあったか、熱くなる。はい、そうです。ちゃんと触れてると体全体が熱くなるんですよ。すごい。で、ちゃんと触れてないと手だけがしんどくなるんですよ。なんかいい。なんかアビコシ。YouTube どのくらいやられてんの？やられてもう4年ぐらい。4年ぐらいで。はい、経ちます。はい。バッティングセンターにはチャンネルで来たことあるんですか？バッティングセンターは初めて来ましたね。初めて、はい、いいっすね、バッティングセンター。いや、いいです、はい、こんないい映画撮れると思わなかったです。最高っすよね。あとは今日なんかある？あとはあの、うん、せっかくなんでキャッチャーなんで、うん、キャッチング、キャッチングやりますか、はい、ビタ止め、はい、流行りのやりましょう、はい、基本的には、はい、来る球を体の外から打ち、外から打ち、全部四角の外から内で取っていけば、で取ったら止めるってすれば、はい、そうビタ止め切れく打つんですよ。外から内取ったら止めるっていう。で、すると切れく見えるんで。微妙に、ま、こうストライクに、ストライクに見せてるんですか？はい、あ、そうですそうです、今の感じです。あ、そうです、今の感じです。あ、そうですそうです、っていうのを来る球で受けるっていう。おー、オーケー。あ、これいらない、なんか見えない。おー、はい。今の今です、今です。おお、恐怖との戦いですから。危ない。あ、そうそう、おー、ナイス。いけるじゃないですか。なんやっぱキャッチャーだったんで。はい、フォークしたのか。最後。いいね。ちょっとドキドキした。どうですか。あ、なんかね、スリリングでしたね。でもね、小学生以来なのに。きっちりでも取れてました。久しぶりに仕事で本気出したの。ちょっと命の危険もありますもんね。でも今の80キロですよね。はい、だからもうこんなもんじゃないってことですよね。だから、ね、今のプロでいうとこれの2倍です。やば、160キロあるんで。だから佐々木朗希だとこの2倍のよりちょっと速いです。距離もこのぐらいなんですか？距離はもうちょっと後ろかも分かりますね。はいはい、いやー、びっくりしたわ。でもまだあのこう動体視力養われますね。そうですね。あとまたあの夜だと早く感じるんですよ。昼だと遅く感じるんで、これまた昼だと全く違う体感になります。そうなんですね。はい、僕らでもデーゲームよりナイターの方がやっぱ早く感じるんですよ。そうなんですね。はい、デーゲームの方が、はい、ちょっと遅く感じるんですね。
そういう資格の問題もあって、そう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 、これがもっとお昼だともうちょっと簡単にできるかもわかんないですね。そうだね。でもどうですか、久しぶりに野球打つ取るやってみて。いやもう大丈夫です、これで。はい。ここからこの伸びていくっていう。それはもうあ中井君に任せます。また何年かに1回。その時は、はい、また来てくれます。佐々木さんの YouTube チャンネルで。本当ですか。はい。盛り上がってますしね。本当ね。そうそうなんですよ。うん、だからまたいつでもやりたくなったら、はい、ね、はい、連絡してもらえれば。はい。ありがとうございます。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。これでまたね。短い時間でした。楽しかったし、いいスパイスになりました。佐々木さんの野球してる姿を皆さんに見せられて、うん、結構できるんだぞって言って。新鮮だと思います。はい。うん、ありがとう。はい。ということで、またぜひ。ありがとうございます。はい。今日はありがとうございました。